こんばんは、稲村でございます。よっ、福島に来られてください、福島のものを食べられてくださいと言って間もなく半年が過ぎますが、この言葉で私がこだわっているわけではありませんが、さまざまなことがこの言葉以外の部分で見えてくるようになりました。この夏休みの間には小学生、中学生が福島に来ることによって、その純粋な正義感、福島に対する思いというものが利用されて子どもたちの受け入れが進んでいるという話をさせていただきました。またある高校では東大の大学院の教授を講師に招き、放射線内部被曝、今の福島の状況は大丈夫だよというような講演を受けることによって、高校生が福島に対して大丈夫だ、また何も問題ないんだというふうな教育ではなく洗脳を受けているのではないかというような問題提起をさせていただきましたが、今日は大学生に対しての問題提起をさせていただきたいと思います。結論から申します。同志社大学、今日は名前は言いませんが、見てますか、もしくは先月29日から2泊3日と思われる福島旅行をされた関西の大学生の皆さん、あるいは福島大学の関西の学生さんを招いた福島大学の皆さん、見てますか。あなた方は福島が安心だと思わせておいて、本当は危険なのに、それを代償に自分たちの就職活動を行っていませんか。こっからこの恐ろしい現実の話をさせていただきたいと思います。実は福島県の観光協会と産業部門が関西経済連合会に連絡をし、福島復興のために何かよろしくお願いしますということで、関西経済連合会がそこに登録されている同志社大学をはじめさまざまな大学に声をかけ、今回6名が福島に来ました。それで福島の大学生、福島大学だけではありませんが、そこの9名と合計15名が桃狩りをしたり、あるいは宿泊をしたりで交流を深め、今後の福島の発展について、復興に対して話し合ったということは美しいんですが、実際に同志社大学や関西の大学の皆さん、福島って行っていいところですか。皆さん現実ご存知ですか。子供が何人甲状腺でがんあるいは悪性腫瘍と診断されたかお分かりですか。その子供たちの手術費用、これは18歳まで県が面倒を見ますが、一生ホルモンバランスを保つために錠剤を飲まなければいけない、それが18歳の誕生日1日過ぎた以降どうなるかお分かりですか。自己負担なんですよ。もしくは18歳以上で甲状腺がんなり病気を発生した場合、その費用はどうなるかご存知ですか。保険の3割負担で、ごめんなさい、保険の適用範囲の中での3割負担、結局病気になり損なんですよ。実際に具体的には町の名前ですとか人数じゃないかはちょっと守秘義務とか情報源のプライバシーの問題があるんで言えませんが、30代40代の女性が甲状腺がんになっております。それも10人単位20人単位で診察に行くと4分の1とか3分の1、そういった人数がそのように診断されてしまうというふうな恐ろしい現実がありながら、結局そのがんの方々は国からもしくは県から何の保障もされず、治療費、手術代は自己負担なんですよ。関西の大学の皆さん、そんな福島が復興すべきですか。復興の前に順番が違いませんか。同志社大学、なぜ同志社大学に私がこだわるか。これは八重の桜で今話題になっている新島八重さん、つまり夫の新島ジョーさんが設立された大学だからです。
会津に、ごめんなさい、会津で、会津を舞台に八重の桜やっている。だから我々同志社大学が頑張って福島のために立ち上がらなければいけない。それは美しい話でしょう。でも筋道が違いますよね。あなた方の新島ジョーさんの学校の設立主義はどうですか、どうですか。良心と自由、皆さんに良心がありますか。そして福島に自由がありますか。逃げたいと言って逃げられる自由がありますか。7月19日福島で行われた原子力災害対策本部の室長が何て言いました。福島県民に放射能から逃げる権利はありますか。その部長は何て言ったか、私には分かりません。それが今ネットで広まっています。私のツイッター、フェイスブックに載せますから、あとでゆっくりご覧ください。これは英文で字幕をつけられ、海外にも広まっておりますが、所詮そんなもんなんですよ。先ほども言いましたように、それ治療費その程度です。そして賠償、昨日福島県の健康調査金もしくは児童福祉課に聞きました。県として病気になった子どもたちに賠償なり補償なりという考えはございますか。もしくは東電との間に入り、そういった金銭的な部分が潤滑に行くように話し合われる役割を、そういう役割を持つ自覚をお持ちですかと聞いたところ、今回の事故由来の放射能で病気になったということは言えないので、我々としては何もしません。結局そんなもんなんです。同志社大学の皆さん、こんな福島に良心と自由があるんですか。あなた方の心で福島を動かす、それが本来のあるべき姿であって、桃狩りに行くとか、どうしようもない圧力にプレッシャーかけられている福島大学の生徒を救うために福島に行くなんてことは本当に間違ったことなんですよ。お願いしますからやめてください。そして同志社大学までだけは攻めてしまいましたが、なぜ就職活動に影響しているか、もしくはそういった就職活動の一環ではないかというふうに言いますと、先ほども言いましたように関西経済連合会という部分が絡んでいて、今日そちらにも電話したんですね。こちらのグループは原発推進派です。いろいろツイッターでもフェイスブックでも批判的なことを書かれているグループです。そこの担当者、見事ですよね。同じことを聞きました。福島の子どもたち、何人がんと診断されているかお分かりですか。分かりません。44人ですよ。その後の一言なんですよ、私カツンと来たのは、証拠を送ってください、証拠を送ってくださいですよ。あなたすいませんけど、甲状腺がんスペース福島でインターネットを検索してください。その一言で終わりです。所詮その程度なんですよ。結局お金、そして行った学生の皆さん、自分の履歴書に福島に行ってこういう活動をしました、書くことによって就職に有利に働くんですよね。結果的に計算づくでしょう。皆さんお願いしますから、自分の人生の就職活動に福島の子どもたちを犠牲しないでくださいよ。違いますよね、筋道が。私は行くことには反対はしません。ただしその前提として、福島の子ども及び住民たちに逃げる権利を与えること、そして医療の保障をしっかりつけること、その上で今190万人の福島県民が、100万人切ろうが50万人になろうが、その上で復興の応援に行ってあげてください。それが本来の筋道であり、それが良心と自由という、同志社大学の新島ジョーさん、もしくは福島県の山本八重さん、つまり
新島八重さんがあなた方に託した本来の生き方、物事の筋道なんではないでしょうか。長くなりました。ありがとうございます。